千枚と生レバー本当にそう、皆さん九千円は安い、日本じゃろ、無理。ゲトカチャンネル、イエーイ、2日目のグルメツアーでーす。プチョンユッケでレバーを食べたいと思います。必ず僕はソウルに来たらここのプチョンユッケに行ってレバー刺しを食べます。もうここのレバー刺しは僕も多分20回以上来てます。はい、これがプチョンユッケです。これが本店で、あっち側に2号店があります。めちゃ安いの、本当にこんな感じです。これを食べます。イエーイ。ここはミシュランも取ってます。すごい、来ました。千枚と生レバー見て、この新鮮な、これをニンニクごま油につけて食べます。これがイイダコユッケやばい。ユッケと生きてるタコを一緒に食べます。やばい、これ、生レバー、すごい。こんな感じで食べます。イエーイ、うまそう。イイダコ、タコとユッケ、これもめっちゃ美味しい。マジで5時過ぎるとここは混むので、ちょっと4時半ぐらいに来た方がいいと思います。僕は、はい、結構並んでます、いつも。今日はスムーズに入りたいんですけど。めちゃうまかったでございます。はい、ご飯は1軒目、とりあえず2軒目向かいます。麻雀丼畜産物市場です。すごい、牛さんだ、牛さん、すごい。ここにも牛がいる。こういうところが並んでて、買って中で食べられるらしい。すごい、初めて来た。ほら、もう牛肉屋さんがすごい並んでて面白い。韓牛もなんか A ランクのなって、1,2,3,4 ぐらいまであるらしい。すごい、すごい。なんか肉市場、あの日本でいう肉市場ですね。いや、楽しみ。はい、ここで食べたいと思います。それでここの市場の位置情報は概要欄の方に貼っとくので、ぜひ参考にしてみてください。はい、僕はここにしました。
ハヌタウン、うん、ハヌは韓牛、ハヌタウン、はい、ハヌタウンだそうです。サイトがないらしいのでこれをタクシーの運転手さんに見せてください。ひれがこれ多分400g、あと一棒が300g で9,000円、めっちゃ安い。やばい、本当にそう、マジで9,000円は安い、日本じゃね無理。こんな感じです。すごいマジうまそうなんだけど、すごくないこれ、マジうまそう、やばい。なんか唐辛子漬けみたいなの一本いきます。うまそう。本当に安い、うまそう。これ多分東京で食べたら結構な金額すると思う。マジうまそう。ヒレが焼けた、美味しそう。はい、ということで2軒目、夕食2軒目。この畜産市場のお肉屋さんめっちゃ美味しい、本当に。ソウルのグルメをお伝えしました。1軒目のお店は概要欄に書いてあるんですけど、2軒目のお店はショップカード動画内にあるので参考にしてみてください。あと僕の SNS は概要欄に貼っときます。あといろんな動画回していますのでお楽しみに。いろんなソウルグルメ、ソウル情報を見てください。ケイタカチャンネルでした。イエーイ。